趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣石井啓一君。委員長、ただいま議題となりました船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案の提案流油につきましてご説明申し上げます。船舶から流出等した燃料油による汚染損害及び海難により生じた座礁船舶等の難破物の除去に要した費用にかかる損害につきましては、我が国において一定の船舶に対して保証契約の締結を義務付けることにより被害者の保護を図ってまいりました。一方で近年の我が国近海の海難事故において保証契約が締結されているにもかかわらず、保険者等から保険金が支払われず被害者への賠償もなされない事案が発生していることから、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の国内法制化により、これらの損害の被害者への賠償が確実に実施されるための措置を講ずる必要があります。このような趣旨からこの度この法律案を提案することとした次第であります。次にこの法律案の概要につきましてご説明申し上げます。第一に、海難等により生ずるこれらの損害について、船舶所有者等に責任が発生した際に、被害者から保険者等に対して損害賠償額の支払いを直接請求できることとしております。第二に、船舶から流出等した燃料油による汚染損害にかかる損害賠償請求について、締約国の裁判所が下す判決が我が国においても効力を有することとしております。第三に、これらの損害に対する保証契約の締結を義務付ける船舶の範囲を一定の内航船舶等にも拡大することとしております。その他これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案を提案する理由であります。この法律案が速やかに成立いたしますよう、ご審議をよろしくお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。次回は来る15日水曜日、午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとします。なお、来週金曜日17日午前中、建設業法の法等の一部改正の審査のための視察を行う予定でございます。詳細はおって各委員にご案内いたします。本日はこれにて散会いたします。